夏8月から9月の初め頃でしょうか山にはあ赤山鳥という大きな大色したキノコが出ます大きいものは20センチとか30センチくらいになりますイタリア料理なんかにあるポルチーニというキノコに近い種類のキノコみたいです、えー、この赤山鳥が たくさん生えている場所を見つけてしまったので、いくつか取ってきました。あ、これは食べかけですが、このキノコを適当にスライスしてバターで炒めたものです。濃厚な味がバターとよく合います。それからパスタやシチューに入れるとうまいみたいです。 さて、えー、残ったキノコは茹でてから冷凍保存することにしました。まず塩水に数時間つけて、キノコについた虫を出し、それから適当な大きさにスライスしていきます。ほら、このように包丁で切ると断面には虫が食ったような穴が開いていますね。でも今回は虫が入っていないみたいです。いい感じです。 小さいキノコの傘の部分虫が入った様子は全くありませんねこちらは縦にスライスしてみました、えー、断面の形が松茸みたいですねさて適当な大きさに切ったのでこれを茹でていきます茹でる時ちょっと塩を入れています 茹でていくと茹で汁はこんな感じで黄色っぽくなります。茹で上がったら数時間放置して冷やします。冷めたところでジップロックに茹で汁ごと入れて冷凍します。後日これをクリームシチューの中に入れたところ、シチュー全体がキノコの出汁ですごく美味しくなりました。美味しかったです。 えー、なお野生のキノコは中毒の危険性がありますので食べる時は、えー、くれぐれも十分に注意して、えー、自己責任でお願いいたします。